こんにちは、ゆうこまくまんです。今日はトラストディードインベストメントについて、チャートの見方をご紹介したいと思います。カリフォルニアでは8年以上、それからメンフィスでは5年と15年の、タームで、こちらのトラストディードインベストメントをしていただけますけれども、こちらは物件を所有せずに、そのタームの間に毎月毎月決まった金額の、収益を得るというもので、とても安全性の高い投資になっております。こちらのような表がありまして、まずこちらの見方ですね。まずは、こちら、ここに書かれているのがその物件の住所で、こちらは物件の外観の写真となります。建物の面積が、1088スクエアフット。それから、3ベッド2バス。賃貸は、現在800ドルで貸されております。そして、こちらの物件を買うとなると、現在は7万5千ドル。こちらが市場価格になっております。そしてこちらをトラストディードインベストメントされる場合、まずはコストの分析ですね。投資家の方がお金を入れていただく、まずその投資金額、トータル、ファーストトラストディードと言われているものですけれども、こちらの投資金額は、4万4千ドルとなります。この金額は、この投資の、物件の、価格と比べると、まず58%ということで、かなり低い金額になっております。こちらはまずは決まった期間、こちらの物件は5年ですので、5年間、こちらの物件の中に入れていただきますね。そうしまして、こちらの物件のですね、詳細です。こちらを見ると分かるんですけれども、こちらの賃貸の分析ですね、こちらの物件自体、現在800ドルもらってまして、こういった感じの経費が現在かかっています。空室率、それから管理費、保険、税金、それから修繕貯金と言われているものですね。ですので、この賃貸金額から、こちらの経費を全部引いた、トータルキャッシュフローというのが現在494ドル出ております。そのうちの中から、こちらに投資していただいておりますので、322ドルという金額を、投資家の方に毎月毎月支払っていくわけですね。で、こちらの差額の残りのネットキャッシュフローというのは、こちらに書いてある通り、積み立ての方に回っております。まずこちら、どうして積み立てをするかというとですね、トラストディードインベストメントですので、お客様は物件を所有していないんですね。所有者は、あくまでも私たちそのままの状態です。メンフィスに関しては、パートナーのマティューの OCG という会社の名前で、物件をホールドしてますので、そちらのままでホールドされたままということになります。したがって、その中から、こういったキャッシュフローを、お返しするわけですけれども、万が一、空室になった場合、それですとか、大きな修繕がかかることになって、修繕しないといけない。またその空室が何ヶ月も例えば続いていくようなことがあったりした場合でも、投資家の方に、お金を求めるということは一切ありません。投資家の方は物件に何が起ころうと、決まった金額、この物件だと、この322ドル86セントという金額を毎月毎月、受け取ることになります。そういった形で空室率が発生した場合などですも、この残りのキャッシュフローで積み立てがありますので、私たちの方から支払いをすると。固定資産税などの、税金ですね、こちらに書かれている税金なども、お客様は一切、タッチせずに、こちらの管理は私たちが、全てします。そういうことでですね、その投資家の方のじゃあ、プロフィットはどうなっているのかと。いうことで、こちら、ファーストトラストディード、毎月の収益は先ほども言ったように、この322ドルがここに来ますね。そうすると、年間で合計すると3874ドル。これだけのリターンが、こちらですと、4万4千ドルの、こちらですね、4万4千ドルの投資に対して、322ドル86セント、返していきます。となると、キャッシュオンキャッシュリターンで、その現金で支払った分に対してのリターンというのは8.81%となります。そして、5年でこの投資をおしまいですので、5年後に、この元金が戻ってこなければいけないんですね。で、こちらを見ると、5年後に戻っている資金というのは41,831ドルとなっています。ちょっとこちらに足らないということがすぐわかると思うんですけれども、こちらはですね、こちらで322ドル毎月毎月返している中で、実はこちらの元本の分も先に返されている分があるんですね。その分が、0.81%
こちらに返されています。実際の合計の収益というのはこの19,372ドルになりまして、ネットゲイン実際増えた5年間の間に、利益として戻ってくるのは17,203ドル。こちらの差額をこちらに足すと、元金の44,000ドルになるようになっております。ですね、もう少し、こちらの方に説明がされておりますので、ちょっと見ていただければと思うんですけれども、こちらですね、差額、2,169ドル、こちらの差額は、これとの差額ですね、この返ってきた金額と、払った金額の差額は、5年間の間に、少しずつ、利子と一緒に返されておりますので、トータルでは、これだけもらってるところ、本当はこれだけなので、この差額の分のこの2,169ドルというのは、もう先に戻ってきてるという計算になります。ということで、こちらの方では、こういった形で、全くリスクの少ない、トラストディードインベストメント、こちらが、できますので、ぜひこの機会にご利用していただければと思います。ありがとうございました。